はい、どうも、はじめ教授で、ああ、でももうお母さん帰ってきそうだな。なんかね、まあ、俺が動画始めようかなって思って、加藤純一さんが、生放送のね、アーカイブが出たんで、見て、で、あとずっと独り言しててね、俺がなんかチャンネル登録者1000万人超えた、体でずっと雑談してたんですけど、まあ多分ね、まあそれをしたことによって、今もうすごい結構、もうすぐお母さん帰ってくるくらいの時間になっちゃったけど、喋ろうかな。まあでもなんか炎上万博の件あるよね。まあ炎上万博に物申すってわけでもないけど、なんかまあ暴力でどうのこうのっていうけど、まあなんだろうな。それでなんか、まあ、メグインさんがね、顔でどうのこうのってなってね、普通にちょっとなんかもっと変なムードになってもいいのにね、怪我人が出てんのにさ、なあ、素人同士で戦ってね。それでなんかメグに再評価ってないんだけど、そんなのさ、別に再評価されたからって再生数絶対伸びない。登録者数が伸びるだけだよ。どうせすぐ解除するし、全く意味ないもん。うん、意味ないと思うな、俺は。あと、それに出なかった川口仁が、仁さんがね、川口仁さんが、なんか、ダサいって言われるのもさ、ちょっとよくわかんないよね。あ、だって別に行きたくないから行かないでいいじゃん。まあ、言おうと思えば別に、これは行きたくないし、なんか勝手に名前出されてちょっとよくわかんないですし。まあ、出たくないで出ません。じゃん。まあ言えば、だって出たくないもん。なんで暴力しなきゃいけないんだよって話だしね。鼻かいーかいよーかいいねー。まあなんだろうな、鼻かゆい。まあ真琴さんは出んのかな、出ない、出るかな、出ないかな。あ、でも真琴さんのなんかそういう意見もあったけど、まあなんだろうな、まあ復活したら面白い動画作ってほしいなしかないし、どうせ ABEX の契約切れたんだからさ、もう面白い動画があんま作んないほしい、作んないでほしいな。面白い動画いっぱい作って、でも俺見ないけどね、別に。面白い動画いっぱい作ってほしいな。でもなんかもうそういう流れじゃないっていうのも俺違うと思うんだよな。面白いもんは作んなきゃいけないと思うんだけどな、なんか。まあでも俺最近真琴さんの見てないけどね。で、めちゃくちゃつまんない時期があってこその、なんか、動画を見たらちょっと面白いって思ったけど、それはひどかった時期を見たからで。でも俺よかった、真琴さんはね、あんまりすごいかっこいい感じの人間じゃなくてよかったな。全然、まあ二股は別にしていいんだけど、二股してるってことを隠してるしね。で、住んでることも隠してるし、まあでもほんとめんどくさいんだろうね、そういうこと。まあめんどくさいから言わないってそうなんだろうけど、なんかキャラに、まあキャラだもんな。悲しいよな。別にこれが安嶋清志郎ってのがキャラなのかって言われるとね、キャラなのかなぁ。あ、まあキャラっちゃキャラだけど、でもなんか本心っちゃ本心だし、ね、そもそも羽島清志郎は俺のなりたい理想だから、理想の俺になるために羽島清志郎やってるから、まあ別に本心っちゃ本心だよね。本心を羽島清志郎で出してるみたいなもんだから、うん、まあキャラじゃない、無理はしてない、キャラ作りはしてない。
でもな、人気になりてえな。パンサイト作るって言っちゃったけど、めんどくさいな。まあ、作るけどさ。まあいいや、だってさ、底辺 YouTuber がファンサイト作ってんの面白くね。だって、面白いでしょ、そんなん。だやるよ、俺は。底辺 YouTuber が、だからクラウドファンディングしようかな。欲しいものがあるので、お金くださいと。お金くださいって。なんかそういう、ポルカとかでやろっかな。でもなんか全然そんな感覚でいいですよとかなんか落合陽一が言ってたけど全然違った。ポルカしっかりとそういうサイトだった。いやでもルールはそうなんだろうね別に。でもなまあ確かにな、うまみがねえもん別に。俺がソニーのヘッドホン買ってもなんか民名でもそんなの考えなくていいかな。人気者じゃないとダメなんだな。めんどくせえな。人気者じゃなくてもお金欲しいな。俺面白いからさ。でも、なんかむずいな。面白さって。なんか面白いって感じじゃないんだよ、俺。面白いことしてるつもりなんだけどさ。なんだよな。ただ喋ってるって感じだし。悲しいな。まあいいや。まあ確かに。でも俺面白いことしてないんだけどね。でも俺は俺の動画聞いたくなるような感じには作ってんだけどな。無事無事な。面白風でもないんだよ別に。あ、俺は面白風がやりたくないからあんまやりたくないんだよ。面白い感じっていうのは嫌なんだよな。面白いものでありたいから。真面目に喋ってるだけだからな別に。そこなんだな。ただ喋ってるだけなんだ。俺気づいた。ようやく。いや、でも結構面白いだ。なあ。いや、面白いと思うな。でも何か違うんだよ。絶対。俺とみんなじゃ。あ、違う。それはなんか、俺はみんなと違うってことが言いたいんじゃなくて、人が喋ってるので出ても、まだ俺はなんだろうな。なんで人の話聞くかって俺別に人に求めないんですよ。性格的に。期待してないので、厳しいこと俺言わないから。加藤純一さんは分かりやすいし滑舌もはっきりして元気もらえるから見てるし、だからといってその俺の好きな面白さじゃないの加藤純一さん。でも面白いし笑えるんだよ。俺人に期待してしないから人になんか見れるっていうか、そのなんだろうな、あ、違う、期待はしてるんだろうけどなんだろうな、期待はしてるけど別に、いや、期待はしてないよ。これからこの人が面白くなるかもでは見ない。いや、でも俺もそうなんで、別に前の俺を見たって、そんな面白くなかったから、そこで見捨てられちゃ困るんだよな。面白くなってるか。いや、それはないよ、別に。YouTube、俺だけなんだよ。変わってんだよ。なんか俺だけどんどん面白くなっていくんだよ。俺はね、みんなも面白くなってってるかもしれないけど、その、動画としての技術として面白くなってるだけだし、なんか変わってるんだよな。変わってるアピとかじゃなくてやっぱり違うんだよ。あ、無事な人気なんだ。でもファンクラブでも作ろうかな。まあファンクラブというか支援サイト。支援っていうとなんか、私って言いたくないんだよな。私立って言葉が俺世界で一番嫌いだから、私立が嫌いじゃなくて私立っていう気持ち悪いすぎる言葉があるのであんま使いたくないんですけど、私に恨みっていうか、遠差の縁で、支援って俺ずっと思ってるんですよ。支援サイト。支援サイト？ん？どうなんだろうな。支援サイト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 。だね。よし、ようやく言えた。納得ができました。支援サイトだと、あれ？あんま変わってなくね？支援？ん？違う。支援だ。支援サイト。ここ。よし、もう一度な。支援サイト。よし、納得できた。
納得は大事だからな。うんうんうん、よし、これで前に進める。別に雑談も前も後ろもないだろ。うん、まあ、ね、俺面白いんですけど、あ、なんか無事よなっていう、そのなんかあれだよね、面白い人が普通にだらだら喋ってる感じなんだよね。面白いことしないけど、この人、あ、この人ってこんな感じで喋るんだっていうのしかやってないんで、俺別に他でなんか面白い映画作ってたりとか漫画描いたりとか、ね、企画とかコントとか漫才とかね、なんだろうな、芸人じゃないし、あの面白いコント作る人の話し方こんな感じなんだみたいなことしかやってないの。面白くね、それって。面白くねって言うのはちょっと違うけど、変じゃんそれって。この人、あ、あれ面白い、あれを作ってた人ってこんな喋り方なんだっていうのしかやってないんだよ。そんなノリで喋ってるけど、俺はただ雑談してるだけっていうね。でも俺喋ること以外に興味がないの。うん、動画にしようとは思わない。あ、ゲーム実況はあるけどめんどくさい。うん、なんでかって、ゲーム実況ってやっぱその、人気になるための手段でしかないから、ゲームは好きだけど、まあ今でもゲーム好きっていうか、俺マリオデスでずっとやってんですけど、手段でしかないわけよ、それは。別に人気出て雑談が評価されたら俺は雑談しかしないし。でもゲーム見に来た人の、あ、でもそういうのめんどくさいんだよな。その、俺は全員を救おうとしてるわけよ。だから俺が雑談だけやって雑談で人気になればみんな雑談しか見に来ないから、あと文句言われたくないっていうのもあるんだろうな。うん、でも俺がゲーム実況を始めちゃったらゲーム実況を見たい人っていうのはずっといるけど、俺がやらなかったらその人の気持ちはずっと叶わないわけだけど、その人の気持ちも一回やったらそれで満足じゃないじゃん、別に。うん、それもうぜんだよな。なんでいちいちお前の要望をずっと叶えなきゃいけないんだよ。一回でいいだろって。一人一回までっていうサイクルにしようかな。うん、なんか一人一回までってちょっと違うけどさ、喋ることがしたくないの。喋ってるだけで人気になりゃいいけど、ならねえじゃん。でもまあ俺は面白いからさ、普通のやつらよりは人気になる可能性っていうのはね、全然高いし、やればやるほど俺絶対人気になるんだけど、まあでも今人気にならなくてもいいや、別に。人気にならなきゃいけないかもしれないけど、いいや、ゆっくり行こう、別に。いや、でけえ声で喋ってる時が一番楽しいわ。まあ、そんなでかい声じゃないんだけど、そんなでかくないけど、夜よりは絶対でかいわけ、喋ってる時。どんどん声がでかくなるわけ。いいな、気持ちいいな。まあ声がでかい方がみんなに伝わるしね。あのマイクが全然遠いから。マイクどれくらい離れてんだ。1、2、3、4、4指広げ、4小指親指広げです、4です。そういうことです。4小指親指広げです。ん、違うな、広げ親指、ん、4広げ親小指です。小指親指4広げ親指小指ですね。こういうのがさらっと言えればいいんですけど。うん。いや、もっといいもので別にさらっと言ってんじゃないんだよ。うん。普通の人はさらっと言ってるけど、そこで止まっちゃうからみんな。もっといいものにならないかなって模索してるんですよ、俺は。うん。まあ、という、あと技術がないのもあるけどね。あ、考えないから俺は。思ったことパッて適当に言っちゃうけど、あ、まだまだ改善点あるじゃんって言ってすごく長くなっちゃうんですよ。改善点っていうか、もっとより良くしていこうと思ってるんで、超長くなるの。気持ち悪いじゃん、ずっと。何言ってんの、この人って。4小指、親指、広げ？ん？ 4 広げ、親指、小指？みたいなこと言ってる人、やばいじゃん。やばすぎるじゃん。ね。やばいもの見たい人は俺のとこ来てほしいな。こんなおしゃべりしてる人いないでしょ。ちょっといるかもしれないけど、なんか4小指、親指とかの命名でちょっと悩んでる人。悩んでるじゃない？悩んで、って言ってんじゃない？全部口に出てるから。うん、それ、そんな、そういうね、ヤバさを見たい人がいればいいけど、その人に伝わってない。じゃあ、そういう人に、俺を見たい人にどうやって伝わればいいんだろう。潜在的に、将来的に、俺を好きになる人にどうやって伝えればいいんだろうな、宣伝。まあ、面白い雑談、雑談を絡めて面白い動画なわけですよ。別に YouTube
なんだろ、むずいな。YouTube、鼻かゆいな。鼻かゆい。売名でコツコツか。でも別に売名でコツコツやっても、まあ、最初ちょっと数千人いるんすよ。だいたいバズる人でも最低1000人はいるんですよね。1000人先駆者がいるんですよ。見つけてる人で。うん。だから、バズるためには数千人がいると。うん。千何人はいるんですよ。直木マンションさんとか。まあ、なんだろうな、すごい大幅にバズった人っているじゃないですか。千数人から10万人、9万人とか、数十万人とかになった人も、やっぱり最初の爆発の時までには1000人が必要なんですよ。あの適当なデータですよ。俺のね、ちょっと10個くらいしかない適当なデータだけど、4桁はないで、まあそれは、なんだろうな、違うんだよ。別にそれは上昇率の問題だから、上昇率でやった人は、あの上位にいる人は千数人からなんだけど、やっぱり1000人以上は必要なんだよ。バズるためにも。その、この動画面白すぎるって思わせて拡散させる。だから拡散してほしいんだよね、俺の動画に。でも、だから友達多いやつをやんなきゃいけないんだけど、俺の視聴者多分友達そんな多くないから、あと友達を連れてきてくれた人もいたけど、あの、逃がしちゃってると思うんですよ、俺が。多分。よくないな。だから、あと俺生放送すりゃいいんだけどさ、今ここね、お母さんとお父さんがいる家で生放送はできない。できないのよ。だし、俺が今暇な時間生放送やって、誰も来ない。どういうこと？うん。ニートは俺を見ない。みんなカンコレやってるよ。俺カンコレやったことないけど、多分ニートみんなカンコレやってるでしょ。最低で、こういうのが、炎上でも炎上別にしていいんだけど。なんで今カンコレって出たんだろう。ニート何やってるの？ネットサーフィンだろ。カンコレだけじゃねえよ。いろいろやってるよ。うん。ネットサーフィンだよ。ニートがやってるのはネットサーフィン。はっかいや。かいな。あんあんあん。顔かいいな。痛いな。かいて痛いな。ああ。かいいな。かゆさが伝染していくよ。映っていくよ、かゆさが。やめとき、そこら辺で。かゆみマスターおばさんのね、助言を受けて、かゆいとこを書くことをやめた羽島恭四郎であった。と言いつつ全然書きますけどね。かゆかったら書くんです。鼻かいい。鼻かいいな。鼻かいいんだよな。あ、どうも。はい、わかりました。うい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 でも俺がなんでキモいキモいって人のこと言うかっていうと、その別にキモさを覆す凄さがないんですよ。だからキモいで終わるんです。え、俺多分キモいけど、でもすごいんですよ。でもみんな気づかないんですけどね。うん。みんな気づかないんですけど、だってみんながすごいって思うものさ、有名人がすごいって言わないとすごいって思わないじゃん。なあなあ、日本語わかるなんか影響力とか、孫さんとかさ、誰だろうな、でもなあ、誰に俺をさ、知ってもらえればいいんだろうね。なんか今人気のなんか落語家とかにな、誰かに認められれば、それを好きな人がどんな人なんだろう、見に行こうってなるから、そうなればいいんだよな。面白い人に認められれば、面白いもの好きな人が見に行くから、見に来るから。まあ無事な、認められるためにもそこそこの人数はいるわけで、いろんな YouTuber にの人に、羽島恭四郎ってやつ面白いっすよっずっと言いまくろうかな。俺は何度願っても出なかった。俺はいつも今面白い YouTuber 誰とかでね、この YouTuber 面白いんですよって誰かが言うたびに、俺かって思うんですよ。一回も出たことありませんけど、うん、やっぱり出ないね。うん、チャンネル登録者200人でアクティブ一人しかいないでしょ。右前スミューさんしかいないじゃん。うん、いや、それはないよ。こう、
まあね、小林さんって人もいるんですよ。小林さんとか、あと何人かね、なんかいますよ、アクティブ。たまーにコメントしてくれる人。なんか俺の動画に毎回コメントしてくれないのかなというか、みんな時間ねえんだよな。そんな動画見てらんねえんだよな。だから俺は一本投稿に本当はシフトしなきゃいけないけど、めんどくさいの。鮮度が落ちるから、嫌なんですよ。でも鮮度落ちてんだよ。別に動画撮ってから、ひどい時は、1ヶ月とか空けますよ。で別にそれは鮮度じゃない。気分なんですよ、俺は。なんか動画上げたい気分じゃない。そもそも動画上げるパワーがない。っていうのを、まあ1ヶ月かけて貯めてるんですよ、パワーを。で鮮度は悪くなってないんですよ、別に。でも、上げるって気持ちになった時に、あ、でも一本投稿にしとくかって残してから、鮮度が落ち始めるんですよ。俺の自己中心的な考え方ね。うん。動画の鮮度は、その、上げたいって思った時全部出すんです。あと、自信ないんですよ、俺の動画の面白さで。セット売りなんですよ、俺は。一個で面白い動画に仕上げてないし、別に適当にさ、あ、やっぱ今日はやめとくわって動画もあるから、それだけだとがっかりしちゃうじゃん。久しぶりに上げられた動画がさ、まあやっぱりやめとくかみたいな動画だったらみんな嫌じゃん。だからほんと毎日投稿って大事なんだろうな。でも嫌だな、毎日投稿。毎日俺が雑談してそれをちょっとずつ投稿するならいいけど、マメな作業が俺できないから、ズンズンみたいな感じしかできねえわけよ。それじゃ人気なんねんだよな。やっぱ毎日続けなきゃいけないんだよね。で毎日は無理だよ。やむよ。うん、鬱になるよ。毎日動画投稿できないんだ。自分の意思に反して毎日投稿しなきゃってなるわけじゃん。俺は、その、毎日投稿は嫌だから、やらない。めんどくさいし。うん。毎日雑談できない。そしたら、その、俺は本当に好きなことするためにやってるわけだから、たまにでもいいんですよね、別に。まあ、それだと人気なんねんだけど、その、人気のなり方にのっとって雑談をしてきゃいいのかもしれんけど、むずいよな、やっぱ。でも全然、物申す系とかやったって全然さ、人来ないよ。やっぱり一瞬見て帰ってくみたいな、なんだろうね、求めてなんか物申す系でもさ、じゃあ本当にすげえ逆張りしたらいいのかってなったけどさ、本当にすげえ逆張りした人いた、いたけど、その人あんま面白くないからさ、いやでも、いやもうオタクはさ、そのダメだよ、面白さとかあいつは分かんないから、そういう機能とか多分ないから、よく分かんねえさ、やつが面白いことしてもさ、それを面白いと思うようなやつらだから、別にそいつらに面白さ必要ないんだよ。だから、京アニの犯人はね、正しいよって。あいつこそが正義のヒーローだ、なんて言った日にはね、それで俺が面白いことを交えながら言ったとしても、うるしいってね、なるから。みんなね。ダメだよね。自分で言っててもおかしいね。あいつこそ正しい。あいつこそ正義のヒーローだって。めっちゃ面白いけど、すげえ反感買うし、統合失調症の京アニファンにぶっ殺されるから、嫌です。統合失調症のね、あのやつを叩いて、統合失調症のやつに殺される滑稽な人生になってしまうので、俺は嫌です。うん。やりたいよね、ものも。いや、やりたくない。別にやりたくないよ、もの申す系は。別にみんな、人気になるんだったら普通のことして人気になりたいじゃん。でも人気になりてえし、金欲しいって。目先の金の欲しさにもの申す系やるわけだから、だってさ、ヘキトラハウスにね、荒地の魔女って動画やったけど、再生、なんかチャンネル登録者数1人しか増えなかったし、多分その人減ったしね。うん。だから売名じゃ人気なんねんだよな、なんか。あ、違う、ジャンルが違うんだよな。そういうさ、みんなにも分かりやすい、ガキでも分かるようなね、面白風でやっときゃいいのかもしれないけど、そもそも俺、面白風ができないから。できるんだったらやってますし、できないし、やりたくないし。そんな奴にはなりたくないし、そもそもできるけどやらないじゃないの。できないの。面白風が分かりませんから、僕は。うん。それならいいんだけどな、まあ、できるんだったらいいけど、できねえからね。できねえし、嫌いだし。いいことないじゃん。だからね、本当に自分の魅力で、自分の動画でバズるしかないんだけど、バズるって何かの現象に結びつけなきゃいけないわけで、でも、あと800人は、アクティブユーザー1000人ですよね。1000人ありゃ変わりますよ。1000人毎回動画に高評価、コメントしてくれて、あらゆるね、その、期間で、だから、やるんだよね。
だから学生でバズるってあれっていうのはさ、まあ有名人がやるのもある、じわじわバズるっていうのはあんまねえんだけどさ、言っちゃえば影響力のある人よ。ピコ太郎さんも言ってたけど、どうやってる、そっからなんかピコ太郎さんは友人に拡散してってお願いしたけど、俺友人いません、友達は本当にゼロ人。うん、やべえ、超やべえ、世界一人気になりづらい男です。俺はジャンルも人気になりづれえし、友達はいねえし。寿司ラーメンリグ君もさ、まあそりゃすごい、まあ分かりやすく面白い動画っちゃ面白いし、面白い動画だしね、目を引くような企画で中身も面白いって言うんだから、そりゃ人気出ますよ。規模も結構大きいしね、うん、人気出ますし、そもそも高校のみんなが見てくれてるみたいな環境が大きいよね。俺ももったいないんだよな、友達に見つかった時ずっと投稿続けりゃよかったんだよな。どうも第2回いじめてきたやつ悪口を言うみたいな感じで、俺一回悪口言ってそれで終わっちゃったんですけど、それをずっと続けてればさよかったんだけどさ、怖くてね、怖いっていうか別にひどいじゃん。だってさ、疲弊してる時にね、俺が精神的に疲弊してるのに、あいつはめちゃくちゃ俺のこと悪口言ってくんの、びっくりした。うん、あのチャンネルで、でもあのチャンネルやめたらね、で誰か、やっぱ売名なんですよ。俺がチャンネル登録者200人いったのもあれですよ。なんだっけ、あの人。コメント欄を制するものって人だっけな、多分。その人が俺を紹介してくれたおかげで結構増えたんですよ。要は紹介。ずっと変わらないの。売名なの。そこでうまくいったから、俺は忘れてるわけよ、売名の旨味を。うん、だ売名できそうなとこ全部していく。だからあれだよ。だから本当は YouTuber 全員網羅しなきゃいけないけど、俺も YouTuber 好きじゃないから、やりたくなーい。質問コーナーとかあったら、はい、どうも、はじめ社長の質問コーナー勝手にやりまーすって言うね。俺のね、厚の浦、うん。汚ねえ名前の方と、よくわかんねえ。なんかディズニー好きな方だったけど、そいつの、質問コーナージャックしたんですけど、ジャックできてないけどね。うん。あんま見てくれなかった。結構画期的な企画なんですけど、あれは。あれを続ければ俺がパイオニアになれるんですけど、多分、あれ放置してるまんまだったら誰かに取られるんで、また俺がやり始めないといけないんですけど、あれをまあ、完成度高くすればいいね。でも質問コーナーって、その、なんだ、編集ありきだからむずいんだよな。そういうさ、編集力がないんだよ。俺には。でも最初はどう YouTuber っぽい企画やってたよ。つまんねえけど。アルティメットウォーター作るって。何言ってんのかって言うけど、浄水器の水をどんどん浄水していくって。で、結構美味しくなった。鼻かゆい。風呂入ろう。めっちゃ鼻かゆい。かい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 。かい、かいいなぁ。体かゆい。かい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 かおえおむいて、アルコール、涙がこぼれない。よよよよよ。疲れた。超鼻かい。鼻がくせえんだよ。鼻が臭い。あ、臭い。あ、臭い。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 くっついて、くっついて、くっついたよ。笑ったかいみんな。俺の変顔決まった。ああ、くっついて、くっついた。ラベラベラ。普通にこの後なんか死んじゃう人じゃん。ケツが痛いから風呂入るか。いつも俺ってやるんですよ。タバコね、絶対俺タバコ吸わないけど、もう これだけの動きのためにタバコ吸ってる人やるでしょ。別にタバコのためにやってない、この動きしたいがためにこう取ってふーっ
二人手でもタバコ吸ってるでしょ。別に関係ないからね、あの人たちも。で、お酒飲んでる人もね、あれなんだろうな、理由は。乾杯って言いたいからやってるでしょ。乾杯って言いたいから、やってるでしょ。ねえ。そうじゃございませんが。ああ。いやー、もう超やべえやつで、ずーっとさ、変なことやり続けて。まあ別にいいけどね。やべえやつになりたかったから、よかった。結果オーライ。いや、結果オーライなんで、別に。いや、ダメだけどね。いや、でも結果良くなってるよってわけじゃないんで、別に。自分の望んだ方向に行ってるんだよ。人気はもらってないけど。人気になるためにもなんか方法とか戦略とかあるんだろうな。めんど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 。そんなことやるためにここに来たわけじゃありませんけど、それをやらないと人気になれない。で、飢え死にしていくのは嫌だ。意味もなくめちゃくちゃ高いイヤホンとかヘッドホンとか買いたいよ。ピザを毎週、週2回で頼みて。うん。いや、週3だな。土日ピザ食って、で、月曜日から金曜日の間に、あ、もうダメだってなった時に食べよう。食べよ、食べよ、食べ食べよ、食べ、あ、気づいて。でも俺そんな金稼がなくていいんだよ、別に。1日もし1万円食費使って30万でしょ。で、まあまあ、もろもろやりゃさ、そんな、60万から70万の、手取りが必要なわけだった。だって100万稼がなきゃいけないんだ。めんど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 。めんどくさいよ。どうしてくれんのよ。うわ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 。いや、税金ってうぜえな。俺の嫌いなものは、1位私立っていう五感、2位税金です。私立。笑っちゃうんだよな。笑っちゃうんだよな。笑っちゃうんですよ。ずーっとお母さんとかもね、私立、あ、私立ね、みたいなずっと言って、それだけ、それが言いたいだけのマシン。マシンっていうか、それがやりたいために生まれてきたの、みたいな感じで、ずっとみんな言うんです。あ、私立って言っても、私立ね、みたいな感じで。おもろ。今考えたらめちゃくちゃ面白いな。私立って、面白い。そんな面白くない。そんな面白くない。やめた方がいい。面白いけども、ブーム一瞬で去った。ブーム2秒。早いブームでした。私立というブームは2秒で過ぎ去っていきました。はい。あざしたー。耳くそほじる。耳くそほじる。あ、腹いて、腹いて。おー、血出た？血出たら動画撮れないからね。パラーってできたらね、やばいね。あ、痛い痛い痛い、背中超痛い。呼吸するとね、痛いんじゃねえんだよ。背中のなんかあれが多分良くなってないんだ。姿勢が悪いからさ、背中のなんか中心あたりが痛みが発される。痛いね。どうしよう。どうもできないんですけども、俺が今やりたいことは、食べたいもの一気に同時に全部食う。それがやりたい。それだけをするために生まれてきました。どうも、はじま京次郎です。食べたいもの今ピザでしょ、寿司でしょ、まあステーキにポテトも食いたいで、ハンバーグも食べたいでしょ、でココスのハンバーグが食べたいでしょ、まあローストビーフも食べたいでしょ、まあチャーハンも食いたいよね。じゃあチャーハン来たらラーメン来るよね。じゃあ、あと何食べよっかな。別に。ないな。ハンバーガーも食べたいでしょ？ハンバーガーも食いてえでしょ？じゃあ何だろうな、あと。あとは何かな？まあ、寿司は食いたいよね。それは寿司は食いたいです。あ、カラーメンゲも食いたいしね。あ、カツカレーが食べたいよね。あ、もう牛カツも食べてえし、とんかつも食いてえよな。あ、じゃあ次何から？いや、ファミチキ食いてえよな。いやおにぎり食いてえよな。うん、あと何来るよ。あと何か、何か、何か。うんうん。あと何だろうな。パン屋さんの出来たてのパンが食いてえよな。うんうん、それ食いてえわ。誰だって食いてえよ。俺が食いてえんだから。誰だって食いてんだよな。
そう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 そ
って言いたいよね。いっぱい言ってみました。一生分じゃない、言ってないのに3日分くらいの、そうそう、そんな分じゃないけど、ね、別に3日分じゃないでしょ、1分分くらいでしょ、そうそう、そんな一生分なんて言えないんだもん。一生が終わるまでずっと言ってなきゃいけないんだよ、一生分言うためには。あ、もう一生分のこれ食ったってならんから、お前今死ぬんかって話じゃん。今死んでも遅いしね、食い終わった同時に死ななきゃ一生分じゃないし、一生分っていうのも難しいしね。うん、自分が生きるはずだった寿命より多く生きて自分の寿命分食べ続けなきゃいけないんだよ、一生分って。うん、わかる、わかりますか、何言ってんだろうね。一生分食うためには、もしさ、じゃあ60歳来たら、あー一生分食ったってやるためには、60歳で死ぬところを60歳からスタートして120歳までずっとそれを食べ続けなきゃいけなかったり、やり続けなきゃったりしなきゃいけないんだよ。そうじゃないけど、そうだけどね、一生分なんてないんだよ。今のは1分分だよ、そうは1分しかそうって言ってないんだから、1分とかそれくらい、何十秒分だよ。何言ってるんでしょうかね、本当にやめていただきたい。何言ってるか分からないことを言うのは本当今後禁止で禁止しません。今のすごい嘘です。いやいや、ただ嘘をついただけです。嘘をついただけです。今のは嘘です。頭かいう、メガネを外した、頭かきます。あー、頭がかいんだよ。昨日のいいこと、詰め切った。ああ、詰め切ってやってよ、とうとう。鼻水が。何しよっかな。ジャンクフード食いてえな。モスチキンも食いたいわな、そら。ああ、胃袋無限になりてえな。食欲が埋まるくらい食える人間になりてえんだよ。食欲をね、欲が満たせるほどの胃のでかさ。俺はあんま食える量はどんどん少なくなっていくのに、って思ったけど、俺人と食うだけすごい少ないんですよ。なんでかって、あの人と食うの俺好きじゃないから。人と食うの好きじゃないんですよ俺あんまり。お母さん別だけどね、お母さんもずっと食ってきてるから違和感はないけど、人と食うの嫌なんだよな。だから俺すごい量が少ないんですよ。すぐやめちゃう。もうちょっと食べたくてもすぐ終わらす。腰痛ぇ。痛いよ。腰が痛いよ。腰が痛いよ。背中が痛いね。息を吐くと背中が痛え。どうも、はじま京志郎です。おめえ、今日テンションやけに高いな。まあ、久しぶりに大きな声で喋れるしね。あと、そのすぐさ、お母さん帰ってくるけど、やっぱ喋りてんよな。いっぱい喋りてんで、俺は本当はね、寝る時間以外ずっと喋ってたいけど、俺はずっと寝るから喋れない。いや、嘘そう。うん。嘘だよ。嘘だったんだよ。今嘘にしたから。ああ。まあね、嘘じゃないです。別にずっと喋ってたい。まあ何が嘘かって、俺は24時間寝るっていうのが嘘です。まあ24時間じゃなくてずっと寝るってね。寝ることが好きだからずっと寝てるだけじゃないですよ、別に。ずっと寝てるってね。死んだら寝れるからとかよく言う人いきあうけど。違うだろう。なあお前。意味わからんわ、ボケ。何言うとんねん、お前。して。いやだってさ、意味わかんねえねえな、死んだら寝るからって。寝てないから。死んだら死んでるんだよ、別に寝てないからね。うん、死んだら死んでるだけなんだよ。寝てねえからな。ふざけんなよ、ムカつくの。お主ムカつくの。
うん、処刑じゃ。うん、そうやってムカつくよな。寝てんだよ俺は。まあでもそれはね、8時間寝なくてもその1分だけ寝て8時間の効果が得られるというんだったらそれでもいいんですけど、まあなるべく寝る時間は済ましたいけどさ、満足した睡眠を得るためにはそのいっぱい寝なきゃいけないってムカつくけど、いっぱい寝すぎたら寝すぎたでいけないって何なんだろうね。丸々すぎることはいけない。丸々ってなんか代替品ねえのか。マニマニすぎる、マニマニすぎる、ここなんかに変わるすぎる、ほにゃほにゃすぎるね。ほにゃほにゃすぎる、ほにゃほにゃすぎるわけじゃないから。違う、まるまるすぎるって。キモ、まるまる、キモ、キム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 。はい、ちゃんとそう打つ。今日の夜絶対、あ、どうしようなってなるんだろうな。多分ちゃんとそう打つだな俺。ちゃんと今そうです。そうの部分だけ動画に残します。今日はちゃんとそうです。さあ打つのさうです。さあ打つのさうです。どうも萩本教授です。お願いします。今ね、瞬間的にね、足首が痛くなっちゃって、まあ足首が痛くなったら何するかって、やっぱコリコリするよね。コリコリしたらさ、なんか痛みが消えてきた経験があるからコリコリしちゃうよね。でも消えねえんだわ。ああ、それが経験、間違った経験だぞ。みんなも気をつけてね。喉痛。大きな声ずーっと出して、喉が痛い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 。鼻かゆいな。お鼻がかゆい。お鼻がかゆい。あ、これなんでこうやるかってさ、こっち的にやったらさ、鼻折れそうじゃない。メグインさん鼻折れちゃったしな。メグインさんは鼻が折れちゃいました。残念です。しっかりと怪我人出てんのすごいね。ちょっとよくわからないっすよね。お腹が空いたな。ポクチン、お腹が空いちゃったな。でも喋りたいな。まあね、喋り、まあね、喋りたいだけ喋ってからご飯食べるか。まあでももう喋ることないな。うん、いや喋ることあるけど、お母さんが来るまで喋るだけなんだけどね。別に喋ることなんてないんだよ。喋りたいだけなんだよ。喋りすぎちゃって喋ることがなくなっちゃったんだよ俺は。もうさ、というかそもそも喋るネタをシャットアウトしてるんだから喋ることなんてないんだよ。でも俺は喋っていたいんだよ。喋るのが好きだから。喋るネタはないけど喋っていくだけ、喋っていくだけ、喋っていくだけです。うん、喋ることがなくても喋ることはできます。だって今喋れてるからね。喋るの大好きです。でも喋ることがなくなっちゃいました。喋ることがなくなっちゃったら喋っちゃいけないみたいな風潮やめない。うん、何言ってるんでしょうかね。うん、分かりかねます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 、分かりかねまねます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 、分かりかねます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 。かゆ、頭かいいけどな。なんか坊主にするとね、なんか嫌だな。坊主は好きだけど坊主は嫌だな。坊主は好きだけど坊主は嫌なんだよな。見た目が嫌なんだよ坊主って。さ、機能美じゃねえけどさ、あんまシャンプーしなくてよかったりさ、ジョリジョリして楽しかったりするけどさ、でもよ、見た目があんま良くねえんだよな。それだけはちょっとね、機能美を追求した結果のフォルムつーか見た目。まあなあ、まあみんなが坊主にすりゃさあいいんだけど、みんな坊主にはしないじゃん。エベゼン地球だってさ、金ねえとか言ってるくせに全然なんかよくわかんないちょっとした特殊メイクやってたじゃん。でもあれ多分カツラじゃないじゃん。ちょっといいカツラ使ってない？そんなに金がない状況でもそれはするみたいな。おもろ。普通に坊主にはすればいいんだろうな。でもああいう人たちって絶対坊主にしないからな。おもれー、おもろいのー。まあ坊主にしたらあんまモテなくなるからな。いや俺にのこと言ってんじゃない。なんで坊主嫌だってさ、坊主にしたらさ、帽子かぶんなきゃいけないの。コンビニとか行くとき坊主見られたくないもん。かゆあったわかいのー。これ髪の毛あるからね。
これ髪の毛あるから。あ、坊主にしたら全部変わります。変わります。それ坊主ですもん。それは変わります。はい、誰のモノマネかは分からないけど、多分誰かのモノマネ、多分誰かはこんな感じだと思う。でも俺はその誰かを知らないので、誰かのモノマネ出す。あれだ、ブル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 。お腹すいたな。お腹すいたな。お腹すいた。かゆ、体かゆい。髪の毛切んなきゃな。ふさふさだ。そんなふさふさじゃない。あ、下切ったら、汚い下見せちゃった。ごめんねー。ドカーン。あの、どんだけペカココ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 。空に上がったどんだけは雷撃となって地上を襲い始める。一行伝説終わり。一行のどんだけ、あれ電撃、飛来神の役割、電撃を呼ぶ動作らしいです。どんだけドド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 ドズガゴーン。喉痛い。あんま大きな声出してダメだね。ダメだね。ダメだったらしちゃいけないね。何もしません。嘘です、嘘です。やめます。タッタタラッタ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 の音なしバージョンやめよう。声だけでよくわからない。普通にベッドと壁の間がすごい離れちゃってるから、よくないなって思って、俺はそれをよくないって思ってるから、よくないなって思いました。え、どういうこと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 、あーちょ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 、腹減った、お腹すいた、腹減った、あーもういいや。いや、よくない、喋りたいけどね、お尻てんだ、だから寝っ転がった。でも寝っ転がると俺の面白い顔みんな見れないからね。俺の面白い顔見れないのはね、残念だよね。しょげないでよベイビー。ほら、みんなに言ってやりましたよ、しょげないでよベイビーって。しょげないでね、ほんとに。しょげないでよベイビーベイ。うんこうんこうんこくうんこうんこくく、ママふプル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 。今のでどんどん喉悪くなっていく。久しぶりに大きな声出したからね。喉がね、悪くなるね。まあ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 、デリッ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 。しょげないでくださいね。ベイビーなので。しょげないでくださいね。ああ、ベイビーなので。喉が痛え。喉が痛えからやめちゃおうかな。喉が痛いんだったらやめた方がいいよね。それも動画時間がさ、1時間20分以上になるとダメだっぽいんだけど、なんか多分違うんだよ。 1080p の60フレームを1時間20分だからね、わけがちゃうんですよ。単純にデータ倍でしょ。いや、そんなわけないか。まあええわ、お前ら許しといたるわ。じゃあここら辺でおしまい。
おおきに、おおきに、おおきに、きに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 き。じゃあ俺はね、寝たふりをするので、違います。寝ます普通に。いや寝ませんけどね。寝ませんけど寝ますけど寝ませんけど寝ますけど寝ますけど寝ますけど寝ませんけど寝ませんけど寝ますけど寝ますけど寝ません。ということは寝ません。じゃあね。もう50分になっちゃった。やいバイバイ。バイバーイ。またねー。おおきに。ドンドンドン。